はい、ではストリック V3000 提供のもと第2話お送りしていきたいと思います。宮城、この話から、はい、見た人は何それって思うかもしれない皆さん第1話しっかり見てから、はい、第2話見ていただけるとありがたいです。宮城ゾーカントリークラブさんにお世話になっております。5番ウッドにしちゃったや。距離としては200は絶対あんな。そうですね、ピン奥やから210近く行ってもええと思うで。ちょっとフルショット目ですかこういう時は。まあ9割、9割5番、9割。さっきの失敗を生かして右からドロー、ストレートバリストレート。あーちょっと大きいけどでもナイスです。前かごめん、全然200ぐらいは多分普通にシンクってたサイナだよ今ちょっと薄かったんですか。うん、ヒールぐらい、若干ヒール、10ヤードぐらいは落ちたやろうな。まあ、10は言い過ぎやな、10は落ちひんか。むしろちょうどいい調整だったんですね。うん、カラーでした。イチャさん今狙ったんですよね一応なまあちょっと右からとか言いながら実はセンター狙ってたからあえてやっぱりそういうことがね、めっちゃ恥ずかしいやつ右からドローでさっきの経験を生かしてって言ったらちゃんとまっすぐ抜けてそのままきっと弾道がのアプリでもまっすぐ出てることでしょう。そうやな、もはや軽めのフェードぐらいだったけど今の完全つま先重心悪いやつ。あーなるほど、ドライバーがだいたいフェードしてるときもそのエラーが起きてる。でかつちょっとそのつま先重心の分前に出てヒール目に当たるんですか。うん、あーなるほど。今日の調子はいかがですか西田さん。普通普通、なんかバーディー取らなあかんなって感じ。取れてないやん。でも取れそうなこう流れがすごい多いので。グリーンやな。いやでもちょっとね、昨日のラウンドからパターまたあれやったからな。やっぱゴルフはパターなんですよ。強く感じますか。ちょっとほんま右から外そう。右からっていうかあれか、スライスラインか多分。次初めてじゃないですか今日な。意外とええかもな、はい、そのパターの調子がいい悪いっていう時にラインによっても感じ方って変わるんですか。その例えばあるかも。あなんかもう一生フック入らん日入らんしな。そういう時結局こう上手い人とかってもう諦めてスライスラインにつけるように。あやっぱり上手いっていうかプロとかね、余裕がある人は。だそういう小細工もやっぱせな、まっとうにゴルフするだけじゃ絶対攻略できひんと思う。うんうんうん、もうね、もうパター一本で来てますけど全く58では持っておりません。58でもええけどな。そうですね、でもまあええわパターで。ちょうどパター下手くそやし今日。 A1 落ちてんでちゃんと。これがもうユーティリティやったらもうバッチシや。まだ西田さんついてますよ。え？ついてますついてます。うるさいな西田さん。よし、あのトンボ、トンボよりも絶対左側打ち出しやもん、はい、絶対大回り。ここは重いねんけど、グリーンは下りで芝もめっちゃ綺麗やったな。よし、ごめんな。何やろな。なんかこういうリアクションやわ普通に。なんか今のは切れると思ったら切れなかったっていう。こういう感じでこう入るのを想像してたんやけど。スラちゃん。はい。エスパーです。あーし。ごめんなトンボ。トンボに当たってもうて。まあでもトンボ狙って打ったんですよね。そう。なんかある意味エストロークや。狙い通りと。でちゃんとカラーからの打ち方も。うんうん。あの前のラウンド動画、ラウンドチャーは普通レッスン動画で言うた、はい、カラーからの差し引き分をこうピン、まあ、カップからこう引いて、だいぶ手前やん、うんうん、そうですね、だいぶ手前なんねんけど、そこまでしっかり打つみたいな、まあ、ちょっとようわからんわ言う人探してあちゃんと動画貼っておきます。はい、西田さんはこう200ヤードクラスのパー3、あんま女子ツアーでも正直見ないですけど、平気でやっぱパーを取ってくると拾ってきますよね。そんなに怖くないですか。やっぱ怖いものは怖いですか。ああ、慣れちゃう。多分ラウンド動画に慣れた。そうか、この距離感に。ツアー時ってやっぱ200なかなか打たんから。あ、やっぱそうですよね。逆にまあちょっと遠いなで U4 とかを使って5番ウッドが出ることってまずなかったから、
だからなんかほんま最初ラウンド撮影の時めっちゃ嫌やな思っとったけど慣れてもうか。もうこの回数重ねてしまえば、うん、結局人間って環境に慣れると強いってやつ。しかも厳しい環境に慣れるっていいことですよね。そうやねんな。だから不思議よほんまに。おかしいねんな。でもなんやろやっぱしあのこういうパー5とかのパー4かここ、はい、でもあのセカンド打つ気持ちとパー3で5番ウッド持つ気持ち全然ちゃう、うん、ああ同じクラブなのにっていう。私らでプレッシャー感じるからそれは一般の見てくれてる人とかプレッシャー感じるの当然やろうな、うんうん、おかしいな甘なってきた。あとこう汗かいて塩分抜けたりしてるんですね、うん、シトリック V3000 ってなんかすごいエンジンに出てきそうな感じですね。なんか強そうなの好きやから車好きの西畑さんにはそうやな。はい、ということで、16番ホールですね。パー4、401ヤードです。ここもちょっと400ヤードクラスのパー4でございます。誰かおる思ったらキーパーさん。本当だ。しゃあ。なかなか打ち上げですね。ヘッドアップしない。はい。左サイドで OK。薄っ。飛ばしたい時ほどいつも薄いのよ。かろうじてセミラフでもナイスショットです。ちょっと待って、普通に激薄くんまさ西谷さん怒られるで、ほんまにほんまに。でもこんなん、はい、しょうがないや、パクリちゃうもん別に。でもその多分激薄くんっていうのは特に何も存在しないんですよ、その商品も何も。そうやで、はい、私がだって作り上げた商品 で、ね、商品でもないか。武系です、武系。いやいや、ほんまにこれちょっとやっぱり、はい、左サイドでええとか言いながら、うん、心のどっかで飛ばしたいって欲があったやろな。またつま先やったもん。ああ、つま先なんですね。だ飛ばしたい時大体つま先に行くから、いつも左に前ちょっと天ぷらっぽいボールとか行くぞ行くぞっていう気持ちがつま先体重にさせるんですか。なるな、癖やな完全に。そうで結局こんなんもう220ヤードぐらいあるんじゃん。また5番で勝負か。だがしかし、たかしくんよ。同じ 4U5 番ウッド。はい。あ、やばい、日差し出てきたか。そろそろパラソル西畑にならなかな。パラソル西畑、うん、もうそんな黒いねんから気にすんねんみたいなコメントやめてな。ここから大事ですからね。だいぶ守ってんねん、これでも。また体力奪われるって面でも日焼け対策ってすごい大事ですからね。そうやな。あ、結構な本当打ち上げですね。うわ、遠っ。170の上り20190ピン多分奥やな、あの感じ、うんうんうん、パッと見たらな、はい、5番じゃ届かん気すんねん。はあ。手前のアプローチでもええと思って5番マンブリやな。はい。奥はあかんもんな。手前か、ゴーゴー。わあ。乗りました。手前乗った。乗っております。ナイソンです。よし。お腰が痛いのよ。今も結構ストレート目の球でしたね。せやな、でも今のはもう左足上がりやからもうストレートしか出えへんわ。西田さん、左足上がりの状況でいろんな動画でちょっとパンチ目に入れましょうみたいなお話をされてるじゃないですか、うん、その時って基本お伝えしていただいてる状況がアイアンのことが多かったんですね。ああ。で今みたいにウッド系のこうクラブを持つ時もイメージとしては同じような感じなんですか。基本一緒。へえ。基本一緒やな。だって別にそんなフォロー数なんか取られへんくない、左足上がり。私綺麗なフォローを左足上がりできるかって言ったら難しいですよね。逆にさ、アマチュアの方とかよくさ、フォローもしっかり振ろうとして逆に起き上がったりするやん。うんうんうん、いいのよパンチで。確かに綺麗なフォローとかトップをその打ち終わりフィニッシュを決めたいっていうのが逆に邪念だったりいらない要素だったりすることはありますよね。まあ平坦やったら別にできるけど、うん、そうですね。もうライ悪いから結局こうフェアウェイとはいえ左足上がりの打ち上げなんか、うん、絶対パンチで。なんかちょっと言葉雑やけどフォローなんか取ってる場合ちゃうぐらいな感じかも。結果取れたらええと思う。結果
いや、ナイスです。なんかお父さんのズボンを借りてきた男の子ぐらい締めてるもん。わかりやすいよ。わかりやすいですね。手前にクッション跳ねて、やっぱこんだけのさ傾斜がしんどかったら、はい、それは前にも転がらんわな。そうですよね。グリーン入ってからもずっと受けてるグリーンなんですよね、このコースは。このアクリルマーカーなかなかあれやな、汚なれへんわ。掃除もしやすそうな。コメントおかしいやろ、掃除もしやすそうって。やっぱなんなんマーカー掃除する人おる。めっちゃ綺麗好きやろ。やっぱだって言ったって個数限定ですから。確かに。みんな大事にそんな使ってくれてんのかな。はい、買っていただいた方ぜひね、皆さん大切にしていただけると嬉しいです。よっしゃ、もうこれ何メーター？ 20 メーターはないか。17、8ぐらいですね。上りで見ての通りしっかり打つわ。もうラインはねほぼストレートと見たで。そうですね、ほぼストレート、若干フックが入るか入らないかぐらいの、うん、ラインになってます。これレース？レースかな？サーキットですかね、この山道を。さすがに気にせえへんにしあっても気になったわ。ナイスタッチ。ええやろ。どっちかって言ってスライスラインでしたね。そうやで。ラーラオがなんかフックとか言うてたけど、私は聞いてなかったからね。これはもうちゃんと切れるわ、フック。はい。絶対入れる。よし。いや、ナイスパー。よしよし、ちょっと分かってきたぞ、ゴルフが。あ、しんどいロングパットやったわ。ナイスです。アラオに騙されんくてよかった。西田さん、僕がその言った時に、はいって言ってませんでした？なんか、とりあえず適当に答えてくれた。はいって言ったやん。はいって言って、うん、アドレス取ってサーキットや言うた時あるやん。はい、あ、ありましたね。仕切り直した時に、うん、スライスっぽくも見えるな。よし、こういう時は間を取ってまっすぐだと思って言った。迷ったらやっぱまっすぐなんですね。せやな。あかんで、ね、ほんま時間かけて見なあかんと思うけど、もう私たちに残された時間はないんや、そんな。後ろに追われてるんや。いや、でもナイスパーです、はい。今のパーパットなんか結構激ムズだったと思うんですけど。激ムズやったけど、なんやろ、ゴルフって不思議と、はい、見える時はあるよな。ここやろな、こういう動きかな。ってか、まあそれが結局慣れなんかもな、このコースの対応力みたいな。なるほど。ようやく。イマジネーションがすごい出るようなフックラインで。コロンって感じでしたね。そう、イマジネーションってそれでなんか日本語訳してよ。想像。想像。ほんだ想像言うたらええやんってコメントくんでさ、そっち。カタカナ使うのかな。でもさ、怒られるけどさ、はい、結構テレビとか見ててもさ、うんうん、いやフラストレーションがたまるゴルフですねみたいに言うやん。はい、いや、ストレスでええやん。こうマジで怒られるで、怒られんねんけど、はい、違うか、そう、英語喋れる人はそういうの出てきちゃうんやろ、逆に。でもやっぱね、うん、ジャパニーズ極めてる西畑からするとやっぱしもう日本語でストレスはストレスよ。もうストレスももはや英語やんだって。そうですね、カタカナですから、ね、もう心理的ダメージやん。だってもうダメージももう英語やけど、もうそうなったら日本語って何なんてなってくるもん。わかる。英語禁止ゴルフとか面白そうですね。いや、結構しんどいと思う、普通に。ナイスショーもあかんねやろ、うん、そうですね。むちゃくちゃええやん、むちゃくちゃええボールやんって言ったらもう終わりやろ。ボールもダメですからね。球球丸い球体って言ったらいいじゃん。あ、球体は悪いか。球体で、うわ、あ、そう、球体、そうですね。はい、じゃあ17番ホールパー5、463ヤードです。ここは白のティーからいきます。なるへそ。とはいえ、でもな、もう怒られること言っても、はい、あんま変わらんから別に。本当に15ヤードです。そんな気持ちの問題や、もうこんな。一番手や。まあ、一番手でかいかもやけど。まあ、この一番手がね、どう作用していくかっていうのも皆さん、お楽しみください。ここはなかなか左ドッグレッグな。コースになっておりまして、左ドッグレッグに見えるんですけど、ほぼまっすぐのライン狙っていくこともできると。なんか一回アラオ、逆にアラオがもう英語喋らんかったよね。ずっと英語喋ってるからな。私割と結構レッスンとかも日本語訳してるもん。あ、そうか、ドッグレッグも、まあ、そうか、そういうことか。右からやや左に曲がってるみたいな感じ。そうですね。このさ、目の前のさ、俺、はい、黄色ティーみたいなあるやん、なんていうの、ゴールドか、これの左側を打ち抜く感じや。
左側を、うん、あ、はい、内側な、はい、内側真ん中やや内側を打ちに行く感じでいくわ。つま先重心にならんように。言わないでしょ。まあまあつま先やったけどな。完璧です。はい、すいません、暑いわ。ナイスショットです。はい、どうも。ちょうどハーフやな。ハーフで1本やもん。そうですね、ハーフで1本ずつ。なんでいいの？ですね、できれば基本的に1日1袋なんですけど、だいたいその、まあ、クエン酸であったりとか、こう簡単に言われてるのが、1日運動しない方は 2000mg ぐらい取ると、まあ、効果出るよって言われてて、運動する人は 5000mg ぐらい飲んでいいよって言われてるんですね。で今回この V3000 ステリックさんのやつはクエン酸が 3700mg 入ってるので、まあ、運動する人はもうちょっと飲んでいいんや、飲んでもいいのかなっていうところはあります。ただここ個人差あると思うので。なるほど、よし。てかさ、はい、第2話のさオープニングって撮ってた？はい。あ、撮ってない。ちゃんと撮りました。私がぼーっとしてただけか、はい、いやいいわほんまにこのカサエット。重宝、はい、重宝されてるんですね。重宝や重宝されてるわ。ちょっと木がピンにかかってて直接は狙えない状況になってますが、めっちゃ可愛いと思えへん？え、めっちゃ可愛いです。かっこいいです。何がしたいねんって感じなんやろうけどさ、ほら、あ、いいですね。さあさあさあ、フェードや。はい、ピンまでは220ヤードぐらいになってます。3番ウッドで左のスーモくんからフェード。左のスーモ、スーモからわー、ナイスフェード。はい、激薄です。薄いんですか今？薄い、もうええねん薄ゴルフで今日は。そんなことよりもセカンドをしっかりつけてしっかりバーディーを取る。そうですね、まあ、今回で言ったら3打目勝負ですね。はい、暑いわ。ちょっと暑すぎひん、宮城県って涼しいはずやん。でもこの前まで大阪行かれてたじゃないですか。いやだからさ、人間ってほんま怠けもんやで。大阪おった時はもう35度とか普通でさ、はい、こっち帰ってきた時に30度で暑いなんか何言ってんねんとか言ってたのに、30度で暑いって言ってる。人って慣れるもんですね。対応力です。今日初めての58度じゃないですか。絶対バーディーそんなことより絶対バーディー。プレッシャーかけて、ちょっと静かにしとってみ、カメラマン。ちょっと聞かんといて。ちょっと名前でも呼ばれなかった。カメラマンちょっと静かにしといてみ。全部あのさっきに言ったるから、荒尾が聞きたいことは、はい、カラー先に落とします。以上です。いつもと変わらない。ちょっとでも真面目にさ、はい、ラフ長いやん。ちょっと長い、夏ラフって感じですね。そうだから絶対ブレーキ聞きづらいから、うんうん、ほんまカラーなんなら、うん、先カラー、うん、そんぐらいやわ。手前から行くわ安全に。中段やけどな打ち方は。こういう長いラフの打ち方はさ、トップを結構ちっちゃめにとって前にしっかりこうおへそごと持ってってあげると綺麗に抜けますよ。うますぎわっしょい。あ、ちょい手前やわ。甘かった考えが。なコメントしいや。喋っていいんですか？喋るなって言うから騙したのに。コメントしいや、コメントぐらい。ナイスアプローチ。どうも。ちょっと荒尾くんが今、はい、珍しく静かになって、なんかあれやったな、大変やわ一人で解説すんのも。でもすごいあの非常に明瞭な解説で。ちゃんと解説してた、はい、やっぱようやく慣れてきたなテレビに。2年弱かかり、最初やっぱ質問してもらうな、もうさ、あの流れが、会話の流れが難しいわ。いや難しい、カメラに分かってきた。みたいな感じになるやん。そうですよね、質問っていうのはやっぱ大事です。よし、バディバディ。ほんまこんだけ最近バーディー取れんねんとか言うといて、いい加減もあれすらも入らんかったら、今日あれ歩いて帰ろうかな、ザオから。えぐすぎる。多分普通に明日のラウンドレッスン間に合えへんから。
どうなんだろう。でも多分いけるか。8時間ぐらいで着くんじゃないですか。8時間もかかんの。多分ギリギリお風呂入れるかな。なんだ朝方に家着いて、ね、膝プルプルしながら危ないな。お、珍しいスラちゃんちゃう。ややストレート、ややスラちゃん。さっきと同じようなラインかもしれないですね。意外とこうキャリーしてから行かなかったですね。思ったよりな。はい。まあでも58でこっから上りダウンぐらい出てるのはキャリーしてる方なんやろな多分。だからもしそのもうちょっとこう寄せるってなったらもうちょっと近めにこうキャリーさせていくようなイメージになるんですかね。左縁いっぱいか。はい。いやまあもうちょい外してもええけど。3.5m のバーディーパットです。うん、ちょっと外してもいいかもな。はい。さあしっかり打つ。イエスイエス全部甘い。そんな日ある？いや昨日もやな全部、はい、回転悪いんやんかやん。なんか最後ちょっと逃げてくような感じでしたね。今のは来たと思った。いや来たと思いましたね。結局アマライン。でも全体的にやっぱ切れる。そうやな、うん、ちゃんと切れるわ。ちゃんと切れるし重いけどやっぱりちゃんと切れるっていうのはいいね。いいゴルフ場さんですよ。こう回りごたえのある。もう私の腕がないだけです。ずっとあれやもんな。マラインで外してるかもあれやわ。ほんま後半こそはもどかしさ続いてますね。何が何でも左から外したろ。プロラインで、プロラインでいくわ。いや前半最初ホール18番ホールパー4340ヤードです。ここも白ティーでいきます。はい。まあこれはあのね大きいクリスマスツリーの上狙い、はい、あちらでございます。クリスマスツリー狙いだ。うんでしょう。多分木の上。はい、木の上撮ってましたね。センスないな、ティー刺すところ。なんでですか。めっちゃ、見てみ、めっちゃ左足下がりで、ワンタッチしてもいい。なんか、うん、完全見てなかった、見落としです。私の責任です。 VC3000 全部飲んでもうた。西田さん、うん、これ V3000 なんで、あの本当に車っぽく言うのやめてもらってください。 VC じゃないんで。 V3000 なんで。惜しいな。その最初なんなら朝300言ってたから足りない足りない足りひんすぎやろ。ほんま気持ちの問題や300言うたらトライよりはマシや。まあね今回で3000ですから。3000。ここの2打目はね結構ここは距離が短いパー4になってますので、はいはい、狙いどころをしっかりするとバーディーチャンスにつけられる場所ですね。なるほど。うん、ここは取りたいずっと言ってるけどな。ここちょっとあらももうなんかはまらんやもんカメラ映ってへんかあれやけど、なんかずっと西畑さん言うてるやん言うて。これを聞きに来てるまでありますからね。そうやねずっと言ってんねん YouTube 内で。私ネガティブなことは言ってないねんけど、これは来たで。でも最近もう絶対言うこと聞いてくれるピッチングやもん。はい、神様フラグになりません。実際距離は100ぐらいやねんけど上りがあるんで110近く打ってもよしよ。110イメージでピッチングで。はい。ピーちゃんピーちゃん開いたりとはせず。うん、特に。はい、お願いします。ちょっと右出てもうた。珍しいな。でもナイスです。でももうめっちゃ向いたなり飛んでるわ。若干こう右向いてた感じですかね。熱中症や熱中症。でもこうフェアウェイが若干こうつま先下がりにこう、うん、なってるじゃないですか、うん、でこうグリーンがちょうどこう平行みたいなイメージ、うん、こうギャップみたいなのもありますよね。あ、まあ、ちょっと気持ち悪いよな、うんうんうん、でもまあ割と私はやっぱね勝手な持論かもやけど左足上がりの打ち上げはドローしづらいイメージ、はい、
だからもう絶対あのセンターかややほんま左向いてちょうどええから、今のは方向ミスやん。ちょっと西畑さん左向いてんなぐらいの方が多分いいと思うねんな。こう打ったなりに出た球だったらでも納得できますよね。そうやな。実際これめっちゃ難しい、ちょっとデリケートな問題やけど、はい、まあ怒り方間違えたらあかんっていうのは確実にやっぱスコアで怒ること、うんうん、だからその例えばその子がまあどういう性格かとかさ、うん、はい、なんかそう、まあ、物に例えばじゃあ当たるのかとか、ミスした時にボンこうクラブに対してどういう扱いをしてるかとか、そういうことに対して怒るっていうのはゴルフにとって大事かもしれへんけど、スコアで怒ったところで恐怖心しか芽生えへんくなるから、うん、何もいいことは生まへんと思う。そっか。だからその分かんねん、その親の気持ちも。私もなんか今こう教えさせてもらう立場になって、うんうんうん、なんかこう親御さんがお金払ってやっぱりこう応援してる姿を見た時に、あ、怒ってしまう理由もなんとなく分かるっていうのはあるんやけど、でもなんかいつも私がレッスンの時に言うのは、長い目で見た方がいいですよっていう、その別に今すぐテスト受けるわけじゃないから、別によくあるやん、テストでさ、テストまではめっちゃ有名な選手やったけど、うん、プロテストは落ちるとかさ、逆に分からん子が通るとか、そんなもんやから、なんか長い目で見てその時にうまくいけばええわぐらいの感じでやった方が絶対にいいと思う。焦りがあかんよな。そうですね。いやでも非常に難しい問題ですね。でもすごいなんだ、参考になるとか救われる方多いんじゃないですかね。うん、いやもう私が完全にそのテストありきで考えてきた人生やったから、うんうんうん、絶対広く見た方がいいと思う。その場面だけじゃなくてってことですね。結局スポーツを極めるっていうことで人としてはかなり多分ね立派になると思うから、別にプロで活躍できひんからなんなんて感じやしね、うんうん、私からすれば。その通ってきたプロセスというか過程がね、その人生の糧になるってことですね。そうなんです。だからその人生の糧にかかってるんです、これは。ちなみにどちらいいんですか？めっちゃフックで、はい、絶対カップ1個は外さなあかんやろ。あれ今日何回目だろう。お願いします。バーディーパットです。いきます。右から浅くはあかん。きたー、ナイスバディ。耐えた。絵的にめっちゃ耐えた。ナイスバディ。いいですね。イーブンです。ちょっと絶対自分が思ってるとこよりもボール1個右に打った方がいいや。でも今確かに2カップぐらい出てました。見たですよね。マジであの普通にいい加減、お前ずっと同じこと言ってるやんけって言われると思って打つ前にやめました。完全オンラインでしたね。オンラインやったわ。今完璧でしたね。いいラインやったな今の。さっきの17番かな、はい、ちょっと難しめなパパットせやな、もうそうですけどフックがちょっと入り始めてますね。ちょっと頑張りますわ後半も。お願いします。まあ、ということで第2話終了ですか。はい、最後の最後にねちょっといい終わり方できたと思います。引き続きみんな、はい、V3000 をちょっと購入してもらいながら、飲んでもらいながら見てください。限定リンクでね安く買えますから、ぜひ皆さん、ね、ちょ決め台詞言われ。お願いします。チャンネル登録といいねと、引き続きどうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でバイバイ。息切れが激しいんで、はい、帰ります。ナイスプレーです。さあ